あ,あどうも皆さん、こんにちは。ちょっとね、マスク取らせてもらいますわ。無観客試合なもんだからね。はい。じゃあ、今日は何のあ動画かと言いますとね、えー、2021年向け合格目標のあーゴールドウェブ講座、あ宮口聡の担当ゴロテコンプリート、あー新作200枝演習 でまあ、平成30年とか令和2年の改正ね、まあよまあ、最近の改正といえば分かると思うけど、まあ、それに対応してるぞとで具体的に言うとよ、あのーまあ、覚えられない覚えにくいような知識あるじゃんそれを、ね、いとも簡単にこの覚えると、ねえー、で今年は、ねまあ、最新の改正である詐称制度とかねあとあのリーチサイト対策ねあ まあこういうところをねええー、網羅しとるけんええー、あのー、まあ改正にバッチリだということは言いたいのよ。うん。それでねまあそうだなまずねゴロテクは知識編から入るんですね。ちょっと知識あのあれスケジュールはあこれあのー、まあ最初の、まあ、6回だけどね。うん、でねこれあの例年やってますんで例えば私が去年ね どういう感じで進めたかというとあのこれ去年ですよちょっと今年はどういうスペあのあれになるか分からんけどまあ大体ね1回あたりまあテキスト26ページまあそうやね第2回目もける2で大体こんなもんかなうんまあ知識編ですわねちょっと青青ペンで塗ってるのが知識編、うん、まあ不況法までいってますよこれつまりこの 俺のメモ書き見て分かる通りさまあ全方域やってると特実いい症まあ不況法ねまあ著作もやりますよもちろんちょっと書き忘れてるけどはい。でえー、っとあのーえー、実践編っていうのがあってね、えー、まあ、7 8 9九0が実践編なんだけどあのー、これはねまあゴロテクを使って問題をお解いていこうというね、うん まあいろんなタイプありますわね一つ選べ問題いくつあるか問題組み合わせ問題穴埋め問題でオリジナル問題ねうんそんなとこりですわうんまあ要するにゴロテクでどんだけ解けるかっていうのをね、まあ、実感してもらいたいんですよえー、でえで、ー、え改正対策強化編っていうのもねあってねえー、まあ見てくださいあのー まあ改正、まあ、2回分ぐらいね入れてますんではいまあ大体こんな感じで進めていくとはいそれであのー、そうだなちょっと、えー、受験生過去の受験生の感想をねあ述べてみたいかなと思います。えーまあ、私の語呂は、えー、とてもユニークで あくすっと笑いながら覚えてしまえるものばかりでした気づけばさまざまなあ条文や趣旨が身についていたという感じですと、ね、2019年合格やねまあ今年の合格者はねまだあの最終合格は出てませんので、まあ、去年とかの合格者になってます。えー、ゴロテクを覚えてしまえばね知識の定着はしやすく73条1項の趣旨あこれね資本着いいかんた持ちかへん資本着いいかんた持ちかちがーでもいいけど。 観光物の定義あ後半項目副文書ずるいね情報を伝媒体ですね仮洗脳趣旨あ知財を取り巻く実態踏まええ来、ー、活活発保護ニーズってやつかなうんそれ乗っけてたわね俺それは乗っけてないような気もするけどねうんまあそれ論文頃テクじゃないですかね <laughs> まあいいですけどはい。 ええとあの俺の講座は初めての受講でしたが目から鱗で長年積みそうねあのやっぱね改良を加えてるんですよだからねどんどんこうブラッシュアップされてますからねええー、長年積み重ねた頃はねもうハマればね楽に暗記できると思いますっていうかあの口実でもね大体、ま、役に立ちますよ。例えばね 衣装法の三条二項なんてね、えー、知ってると思うけど痴漢予請廃高連法と償還項というのがあるんですよ。ね、でもそれね法改正で変わりましたんで痴漢予請作廃高連利用転用というごらせになりましたよね。そういうあの改正に対応したバージョンも教えますからあとねあのプラス審査基準でちょっとオプション的な位置づけの基準もできましたよね。うん、墨丸面取り模様削除 色変彩色も素材変更というね。そういう語呂合わせも確立しましたから。ああ、もうバッチリ散りばすですよね。あのー、皆さんね。あのー、私のゴロテクの約8割でもうあのー、まあ、逆だな。担当本試験の約8割は私のゴロテクで解けますから。あーね。まあ、そういうところにね。慣れていってほしいんですよね。 えー、今あの見てみましたけどまず知識編ピンクで塗ろうかあ蛍光ペンも用意しといてねそれからあ,あ,のあれゴロテク実践編問題を通じてゴロテクを応用していくというね、うん、そしてあのほら崩壊性のこの辺新作問題とか用意するからねこれはもう過去問じゃどうしようもないところをねやっていくからあ200ヘタですよ。 去年確か100枝だったけどね去年よりさらにパワーアップしますからほら去年去年のチラシですわ100枝でしょ、うん、200に増やしましたよねまあ俺が大変なだけですけどねうんまあそんな感じでちょっとね気合入れて作っていきますようんでこれはなんでああこのぐらいまあ広しもいいかねまあ出てるからねはい、えーこれはねあのー まあなんていうかね蝶々キャンで覚えてもいいんだよね語呂,語呂合わせっていうか、うん、蝶々キャンほら長官と審判長でしょ蝶々ね蝶々ね、えー、蝶々キャンほらね面白いでしょ全部ね蝶々なんですよ集合がで術語が全部できるなんですよだから13条はもう蝶々キャンで覚えてるねあれはパンチョ解任オールキャンでもいいけどね うん、あの町の解任で全てキャンセルって覚えてもいいし、まあ、いろんな覚え方あるんですよ。まあ町長キャンでもいいけどね13条は町長キャン。ただ一向にこう参考予告がどんな規定かはちょっと覚えておけよ内容的に。まああの一個はねこんな規定なんですよ。なんか俺あの代理人つけずに自分でやる人いるじゃん手続きでけへんのに。まあ、だから代理人あのつけることが代理人をつけなさいという命令をすることができるよという規定ね。 で2個はね代理人がパッとしない時に代理人を変えなさいという命令をすることができるよと。ね、で3個はその、えー、例えばどういう人かというと「便利子がいいですよ」と「便利子を選ぶことができますよ」と「便利子とすることができるから」で「命令しても言うこと聞かんかったら却下できるよ」というほらねそういう規定じゃん大体。ああ。ねッケーでこれは何ね あこれはね結構ねまああ,のあれだよねちょっと難しいですわ、うん、突板外後に決定だとね突板印刷やねえからね突板外後に決定だまあこれはねなんか動画があるから別にまあ見といてよ、ね、それよりもうちょっと俺話したいことがあるから、うん、あのねこの講座ね結構貴重なんですよっていうのはね、まあ、私が当然開発者語呂合わせがほとんどなんだけど まあ受験生も先生ぜひ採用してくださいみたいなねちょっとあの全部あれするのはもったいないからここだけ教えるわほら変更しろ獣医さんねこれ受講生がね先生これいいですよってうんこれよくない変更しろ獣医さんね四46条変更しろ実案法だと10条10意法13項獣医さん変更しろ獣医さんもうこういうのもねまあ当然踏襲していきますし。 うん、そうなんで,すよでまああとねその、まあ、テクニックもね一つぐらい教えてもいいかな、うん、これはまあ,あの俺が教えるまでもなくみんな知ってるテクニックでもあるんで一つぐらいね披露しますよじゃあ、うん、えっとはいじゃあ、えっと、実践編ね あのょ去年のテキストですけどまあほぼ同じなんで定裁がちょっと参考にさしてもらいますねじゃあねテクニック、うん、あのねこ,こういうテクニックが「とりあえず文末を見る」と。で <laughs>、ね、いいか次のうち正しいもんはどれかっていうねこれ結構気上がってるよほらもうなんかもうすげえ気合が入ってるもんだよね。うん、でとりあえず文末を見るとそうするとね場合があるっていう枝枝にだけなんですよ。 これだけなんですよ場合があ,るはあとはね1番はあのあれ見なされるでしょう2番バがガルやね3番バイがないよねえー、っと4番見なされる5番はえー、っとねできるねだからバがガルのこれだけなんですよ、うん、だからもうこれが答えですで原に2番ですほらね俺のテクニックバがガルという文末になっているのは2だけであるよって2が正解であるほら 普通のの問題集の、ね、あの解説と全然違いますよもうね完全にこれねテクニックに走っちゃってますからねだからまともな解説が欲しい人はあ,のあれじゃないですか過去問集とかやばい,いじゃないですか俺の講座の趣旨はそういう趣旨やねんだからねもうテクニックに依存していきましょうというねそういう趣旨なんだからええー、そうでしょうまあそんな感じですよ一つねまあ見せましたけど。 うん、やっぱこういうので溶けちゃうんだよねえー、じゃあちょっと待ってね見せてもいいようなテクニックあるかなどうだろうちょっと待ってねあこれも大丈夫かなあこれもいいでしょうえー、っとねまあ衣装法で平成30年でこういう問題が出ましたね 正しいもんはどれかと相当気合が,がってますよ拒絶される拒絶されるあ拒絶される拒絶される拒絶されない場合があるね <laughs> 場合があるもう読まんでそうかもうだからもう5番でいいんですよねでこれちょっと回答が書いてないけど俺の記憶だと5番が正解だからあほらどうよやっぱテクニックってねバカにできないっすよな,なんだかんで言って。 あどうよ皆さんこれねえ、うん面白い講座やろそしてじゃあね新作問題はちょっと例えばねちょっと待ってよ新作問題で見せてもいいやつあるかなああじゃあねまああの存続期間のほらあの期間保障のための存続期間の制度ってまだ新しいね過去問にも多分出てないと思うよはいこれ。 特許権の存続期間は特許権の設定登録が特許産の日から起算して5年を経過した日または審査請求があった日から起算して3年を経過した日のいずれか遅い日以降にされた時は延長登録の出願により延長することができると遅い日以降いずれか遅い日あご,ごめんそうそうだから遅いが正しいんですよ。だだから早いはダメだねと。 そそうそうねまあそんな感じであのやっていくからねこれは「無なにの規定により延長できる期間は基準日から設定登録までの期間に相当する期間であると」とあれこれ正しいんじゃないですかいやかっこ分けありますなんか控除された期間を除くっていうほらえー、っとねうん除いた期間ねこ,これがないとダメええー えー、67条参考にかかる期間を合算した期間に相当する期間を控除した期間ね控除せない間ですから、うん、こんな感じでほら比較的あの担当でまだ出てないような問題をねこうやって強化していくからこれはいいですよあの特に査証制度、うん、査証制度のね過去問なんてねえんだからこれ俺が用意しますよ。であと法ももね、まあ、令和2年にも えー、関連書あたりで新作問題出たけどね、あのー、まだまだね、えー、関連書の分野というのはそのもうあれ抜本的に変わりましたから逆に言うと今まででの問が、ね、通用しないですよだからちょっと私がね、えーあのー、新作問題作ってね、まあ、皆さんが十分に対応できるようにしていくからな著作権とかも、まあ、そういうふうにして、えー、あのー 皆さんの実力をね、えー、向上実力向上を図っていきたいなとこのように思っておりますはいねでえー、っとそうだなあのまあお値段7万円ぐらいですかうんでまあ知識編のテキストと、まあ、200枝円大演習レジュメと 改正のレジュメがついてま,す、ね、まあそんなところかなあとはまあ注意点としてはえー、っとこれいつまで聞けるのあ7月31日ですかこれねこれ多分ね伸び伸びないかまあ一応担当がほら7月になるからあの7月っていうことだと思いますよ担当が7月に実施されるからね えっとねまあ、そういう意味ではねあの去年は、えー、っと5月じゃなかったかなあ,あほら去年は5月までだったんですよほらねだからまあ2か月伸びたっていう意味ではい,いいんじゃないですかはいまあ小学者の方でもいいかもねこれ今のうちにもゴロテクを身につけてねやるとはいじゃあ皆さんねあのとにかくこれね あのテクニックに走る講座なんでまああの何て言うか、ま、真面目にやりたい人はまあ問題集でやればいいんじゃないでも例えばさ問題集で解説読んでもねなんかあの時間がかかる解放だったりするんですよそんな上んな解き方しなくてもいいんだけどなみたいなで私の解き方だとね5分かかるところを10秒で解けたりしますんで、えー、まああのそういう意味ではね あの受ける価値は十分にあるかなというふうに思います。で、あとね、ものすごく、あの売りを言っときましょう。これね。ほら、皆さん、これね、これ俺、俺の最後にね、アピールポイント言っときますよ。これ十二時間かける十二回でしょ。ね。皆さん、これね、三時間かける十二回だと思ってください。えー、まあ、三時間教えない時もあるかもしれないけど、基本的に。あの、三時間と思ってください。 え先生それ何でですかとはいだから私の方でもう2時間に抑えてるんですよ、まあ、これ以上受講料が上がらないようにねだから私が損してるだけです、ね、あの私は2時間で終わればいいところを3時間教えてますからああ、あのー、まあだからまあ3時間かかったりいいなと思わずに先生1時間も余計に教えてくれてるよありがたいなという気持ちで。 ちょっとあの収録の教室の関係でね、まあ、ちょっと早めに終わらざるを得ない時もあるんですがまあ,あの大体3時間ぐらい教えますから、はいえー、そういうところもねやっぱり皆さんのことを配慮している講座でもあるとね、えー、いうことです。はい、じゃあ皆さんあ2021年合格目標 担ゴロテックコンプリート新作200枝プラス平成30年プラス令和平成30から令和2年改正対応バージョンということでレック専任講師宮口聡がお送りいたしましたそれでは皆さんということでよろしくお願いしますは